全力でアピールして、うん、同じ電車に乗るみたいな。撮影している今日は何の日ですか、皆さん。ありがとうございます。バレンタインです。バレンタインです。バレンタインです。今日ですか？今日。全然わざとらしい。興味ねー。自分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 自え聞いてあげてください。聞いてあげてください。なんかでも小学生の時に好きやった子にあらそのもらっていただいたのがあって、両思いだったんですよ。その時に、まあ、小学校の女の子なんでが作るチョコレートなんで、まあ、そのやっぱ硬かったりしたんですけど、でもやっぱ硬いチョコレートの方が味って覚えてますよね。はい困らすね。で、その後ホワイトデーにお母さんと一緒に何をお返ししたらいいかなって相談して、で確かハンカチかなとお返しして、可愛い素敵な思い出、それが最後ですね。それが最後いい思い出甘酸っぱい思い出まあチョコは甘かったんですけどね。めちゃくちゃ綺麗なアイドルと言われた方がいて、その人にもらえるんじゃないかみたいなドキドキしかなかった。当時ガラケーだったから、先生ちょっと宮田教えてくださいね。宮田時代ね、多くあって、今は結婚されて名字変わっちゃったんですけど、松下先生と当時先生にがもう僕らの学校のトップオブトップアイドル、もう日本一の美人ぐらい僕らも好きで、先生がお母さんしか見えないもんな。女性が松下先生でした。いい子だね、松下さんが。誰が松下先生と結ばれるかみたいな感覚だったから、子供ながらに全力でアピールして、こう同じ電車に乗るみたいな。4つです。4つ、あいいですね。すごくいい、4つ、誰が一番多かったか自信ある人自信ある人高い高いで、まあそうだな。7。おーリアルだな。リアルリアル。ちなみに2桁言ってるよっていう人、ね、ないです。全然ないです。まこちゃんちょっと私辛そうや。あれカズマ、あらね、本命ゼロなんですよ。ああ、そう。ギリ。で、そう。うん。それギリでとか、学校でも別にそんななんか